エドガル・エドワルド・カスティージョ・カリージョは、アメリカ合衆国、ニューメキシコ州、ラス・クルーセス出身のサッカー選手。FC シンシナティ所属。ポジションは DF。自身のルーツであるメキシコのサントス・ラグナで、プロキャリアをスタート。2009年1月、クラブ・アメリカに移籍した。2012年6月、レンタルで加入していた、クラブ・ティフアナに完全移籍。 2013から14シーズン終了後には CF アトラスに移籍した。2018年1月8日、MLS のコロラドラピッツへシーズンローンとなる。12月18日、ケリンロートのトレードでニューイングランドレボリューションへ加入した。2020年1月17日、アトランタユナイテッド FC に加入することが発表された。2021年4月13日、 FC シンシナティに加入することが発表された。2007年8月のコロンビア戦で、メキシコ代表デビュー。2009年3月、2010FIFA ワールドカップ、北、中米カリブ海予選のコスタリカ戦とホンジュラス戦、帯同メンバーに選出されたが、パスポートを紛失したため遠征に参加できなかった。2009年6月、 アメリカ合衆国代表への倶楽井を発表。11月18日のデンマーク戦でアメリカ合衆国代表デビューを果たした。この結果、メキシコ代表とアメリカ合衆国代表の両方に出場した、史上二人目の選出となった。ありがとうございます。